ダーク・ボガードはイギリス・ロンドン・ハムステッド出身の俳優、作家。本名、デレク・ファンデン・ボガール。父親はオランダ人でタイムズの編集者。母親は元女優、マーガレット・ニー・イベン。チェルシー美術学校で舞台美術などを学び、1939年にはロンドンの舞台で裏方として働いていた。ある時、 俳優の一人が急遽出演できなくなったため、大役として舞台に立って、俳優としてのキャリアをスタートさせた。しかし同年、第二次世界大戦に従軍、ベルゲンベルゼン強制収容所にたどり着いた、最初の連合国将校の一人でもあった。また公式命令により、戦争がを描き、そのうち二点は大英博物館に保存されているという。大戦終了後の1947年に、 再び俳優として活動を始め舞台出演が高い評価を得て同年映画デビュー以降イギリスを代表する名優として活躍した1963年のメシスカイと1965年のダーリングで英国アカデミー賞を受賞ハリウッドから誘われ続けたがアメリカ映画は我が恋は終わりぬ一本の未出演主に イギリス、フランス、イタリアなど、ヨーロッパ映画で活躍した。上記以外では、ルキノ・ビスコンティ監督の、地獄に落ちた勇者ども、ベニス・ニ質スやリリアーナ・カバーニ監督の、愛の嵐などが有名。1958年の映画、風は知らないで,で、日本の女優、谷陽子と共演。ボガードは長い間マネージャーのアンソニー・フォー・ウッドと同居し、一度も結婚しなかったため、 ゲイであると噂されていた。ボガード自身は常に、フォーウッドは単なる友人関係にあると語っていた。1988年5月18日、フォーウッドは72歳で死去。1999年5月8日、ボガードは心臓発作により死去。我が恋は終わりぬで共演した女優のキャプシーヌと交際していたことがある。ありがとうございます。